はい、皆さんおはようございます。おはようございます。いや、ちょっと待って。食べ過ぎない。いや、今回、新しく足されるし、ジャージ新調しました。今日は、鳥取来てます。鳥取最高。弾丸くんのね、昔の知り合いのね、つぼさんっていう方がね、鳥取でイベントをやるっていうことで、今回足されるし呼んでいただきました。ありがとうございます。いや、満席になって、なったけど、増員しても満席になったみたいで、本当に嬉しいです。で、今回は結構もう足だる MC としての初めてだね。なんで、今回僕たちも相当楽しみにしてます。で、ちょっと子供たちに見られる前にまず隠れます、僕たち。まあ一人見られてるけど。見られてるということで、はい、行きましょう。今日どう？楽しみ。はい、楽しみです。大好き。念願の弾丸君と届くだろうな。ノブくん、ボレー教えてください。弾丸くん、シュートを教えてください。いつも見てます。とてもかっこいいです。今日はお願いします。なんかこれからなんか頑張ってほしい。どんな動画が好きですか？気配 PK 対決。ケツシュート。ケツシュート好きですか、やっぱり。どんな動画好きですか？バカなキャプテンに、あと、トイレに入れるみたいな。ケツシュート。あ、それ今日、僕、朝見てた。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとう。チャンネル登録お願いします。はい、ということでね、まもなくイベント始まりますよ。始まります。で、ちょっとマネージャーに見てもらったんやけど、めっちゃ来てる。人めっちゃ来てるけど、雨が降ってきた。降ってきました。雨男です。なるほどね。わかりました。ちょっとね、元気に、もう、すべて蹴散らしますわ、雨まで。間違いないね。俺ら元気ですから、もう、晴れにしようやで。はい。で、はい。で、一応、イベント中なんで、閉国のだけなしに。お前もね。もうね、すごいんですよ、弾丸くんが。しかも弾丸くんの屁って、普通じゃないですよ。弾丸なんですよ。弾丸って。屁が弾丸なんですよ。はい。あ、つぼさん、ちょっと、紹介しようか。つぼさん、これ YouTube。YouTube？ はい。今回、主催していただいたつぼさんです。よろしくお願いします。ありがとう、つぼ。先輩や。あ、先輩か。だいぶ先輩や。だって、さっき裏で売ってました。普段、スタイルスクールやってるんですよね。の手伝いです。手伝い。サポートでやってて。なんていうスタイルスクールですか？TKDS っていうのをフットサルスクールやってまして、僕がやってるのはツボスクっていう、はいはい、個人参加フットサルを。なるほど。今日はよろしくお願いします。お願いします。ということで、そろそろちょっと行くんで。はいはい。チャンネル登録お願いします。ラスト。せい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 。はい、弾丸くんです。あ、僕もね、これ多分みんな知ってると思うんで、行きます。鳥取フットサルの技をね、紹介していきたい。オッケー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 。弾丸くん、ちょっとなんか今日用意してくれる。じゃあ3つ教えるわ。3つ、うん、最初はパラレラって言うんですよ。パラレラね。2人の関係でシュートまで行きます。さあ、渡して2人のこのスペースで、このこれやっぱね、開いて、落としてあげて、これもシュート。これ全部足の裏に。こういうのがあります。で、3つ目、これめちゃめちゃ増えます。キッズシュート見たい人。はい。見たい。何を言ってんの？何を言ってんの？フットサルの技、紹介します。パラレラやりました。ジャゴナウやりました。キッズシュート。ちょっと入ったで、俺。これ入るか。ちょっと来てもらっていいですか。鳥取すごいすごい。鳥取つながった。あーせーの、ハンバーガー。2回目すんな。チャンネル登録お願いします。やばい、これやばい。あ、ナイス。
ナイスゴール、ナイスゴール、ナイスゴール、シュート、ゴー、さあー、いけ、いけ、ノブくんよりでっかいから、いくよ、鳥取、鳥取、鳥取、切り替える、切り替える、じゃあ、早っ、今から子供たちと僕ら二人の対決です。関係ないからね、子供とか本当に足取るぞ。あかんあかんあかん、え、いや、あかんあかん、え、でも本気出して子供死ぬぞ。え、あかん、え、何言ってんの。あーし、バモスバモスバモス、たちまだ上を、上には上がいるよっていうのをね、そうだね、証明しないからね、これね、中途半端なプレーしてもね、そう、意味ないから、楽しかったです。楽しかったですか。フットサルを日本一のスポーツに来てもらって、ありがとうございます。とても楽しかったです。え、ぜひまた来てくれますか。はい、ぜひお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかったです。いや、疲れましたね。疲れたけど楽しかったですね。うまいっすね、やっぱ早いっす。あの、実際ノブ君と南関君とやってみてどうでしたか。いいな、うるさい。ぜひまたやりたいですよ。ありがとうございます。めちゃくちゃ楽しかったです。楽しかったです。ノブくんと弾丸くんとやってみて実際どうでしたか。実際、はい、TikTok で見てたよりも上手かったです。上手ですか。ぜひまた来てくれますか。はい、ありがとうございます。はいよ、 OK、 うまい。
小学生だからな。僕です。せーの、バボスバボスバボス。ありがとうございます。すいません、今日はお集まりいただいて本当にありがとうございます。普段僕ら YouTube とか TikTok とかで結構フットサルのこととか発信してるんですけど、僕たちがこうやって発信してるのってフットサルっていうスポーツがめちゃくちゃ大好きなんですよ。僕たちが初めてお客さんの前で試合した時にすっごくガラガラで客席が、それが本当に悔しくて、やっぱりもうその景色をやっぱり変えたいって思って、もっとこのフットサルっていうスポーツで世の中がもっと盛り上がる、そういう状況を僕たちの手で作りたいと思ってて、で子供たちもやっぱ今ねサッカーとかフットサルとかやってる子多いと思うけど、フットボールファミリーとして一緒になんかこのフットサル界をなんか盛り上げていけたらなと思うんで、まあ今日せっかくこうやって一緒にボール蹴れた縁なので、また足ダル UC の今後の活動を継続して見ていただけたら本当に嬉しいので、よろしくお願いします。お願いします。今日は本当にありがとうございました。お願いします。はい、終わりました。はい、お疲れ様でした。結構ね、多分今回はトラウマになったと思う。トラウマレベルのね、トラウマになったと思うんですけど、うんうんうん、まあ切り替えて次の撮影やってください。そうね、そうね、また鳥取で次は爆笑取れるよ。うん、腕上げて鳥取また帰ってきます。俺らお笑い新来てんじゃないの。マジで超楽しかった。だからパワーになったな、うん、やっぱファンと会えて、うんうん、なのでちょっとまたね、うん、東京行っても頑張ります。しゃ、いやー、めちゃくちゃ楽しかったです。子供大人関係なくね、こうやってボールで繋がれる縁めちゃくちゃいいですよね。今日も動画見てくれてありがとう。また次の動画で。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今から帰ります。温泉入って帰ります。お疲れ様です。お疲れ様です。